工業が環境と存落に与える影響を勉強している工場による汚染が愛イ,イコールとは人間活動が環境に与える影響を説明するために提唱された数式の表記である。この式は人による環境負荷が人口、富裕さ科学技術という三つの要素からなる関数に等しいことを表している。これは 特に温室効果ガスである二酸化炭素の排出に用いられる火薬高等式と形が似ている。環境負荷を独立した要素の単純な積として表すことの妥当性と含まれる要素やその相対的な重要性は環境主義者たちの間で議論の対象になっている。具体的には三要素間の潜在的な相互関係に着目するものもいれば政治的、 社会的構造や環境に良いまたは悪い行為の余地といった式には含まれていない他の要素を強調したがる者も,もいる。この方程式は1970年代にバリー・コモナー、ポール・アール・エイリック、ジョン・ホルドレンによる一連の議論の中で立てられた。コモナーは米国での環境影響は主に第二次大戦後の生産技術の変化によって引き起こされたと主張し、 現在の悪化している環境状況に注目した。エーリックとホルドレンは3要素のすべてが重要であると論じたが、より後半に焦点を当てて、空間と時間に限定されない人口増加の役割を重視した。この方程式は人が環境に与える影響の諸要素を理解する助けになるが、1970年代にポール・エーリック、ジョージ・ワルド、デニス・ヘイズ、 レスター・ブラウン、ルネデュボス、シドニー・リップリーによって多くなされた悲観的で実現しなかった環境予測の根拠としても引用されている。i イコールパッド方程式の変数 i は環境負荷を表している。環境はある程度の負荷に耐えられる自己再生系とみなすことができる。その耐えうる最大の負荷は環境収容力と呼ばれている。i が 環境収容力を下回る限り、愛を構成する人口、富裕さ、科学技術は常に存続し得る。愛が環境収容力を上回る場合、その系は個体数過剰であると言われるが、その状態が一時的でしかないこともある。個体数過剰は環境が負荷に耐える力を低下させるため、環境容量を減らすことになる。環境負荷は、 グローバルヘクタールを単位としたエコロジカルフットプリント分析を用いて測定できる。一人当たりエコロジカルフットプリントは、一人当たりの消費資源を再生させるのに必要な地球の生物学的な生産面積を基準にしている。環境負荷は三つの項の積としてモデル化され、その結果、グローバルヘクタールが得られる。人口は人数で表されるため、 富裕差は一人当たりグローバルヘクタールを単位として測定される。科学技術は単位のない効率要素である。紀元前1万年から西暦2000年までの人口、i イコール、パッド方程式の変数 p は、世界人口など、ある地域の人口を表している。産業社会に至ってからは、人口が、指数関数的に増加している。そのため、トマス・マルサスや、 ポール・エリックなどは人口増加が上と基金の蔓延によって阻まれるまで続くだろうと唱えることになった。国際連合は世界人口が現在の77億人から2050年には98億人に2100年には約112億人に増加すると予測している。この予測は近年女性の持つ子供の数が少なくなっているために 人口増加が鈍化してきたことを考慮している。この事象は世界的な人口転換の結果である。国連は世界人口が2100年には112億人で安定すると予測しているが、I イコールパッド方程式は短期的、中期的な未来において人がますます及ぼす環境負荷に直結し続ける。人口による環境負荷過剰な人口は 次のようなしかしこれらに限らない多くの面で人による環境負荷を増大させる。ありがとうございます。